東京五輪を経験してからこうまたパリ目指してこの3年間やってきたので、まずこうエンテメンバーに選ばれてすごく良かったなっていう気持ちが大きいです。そうです、まず、立場的にも違いますし、自分がコートの上に立って実際戦うことがすごい増えたので、そういった部分では自分の、コート上のプレーだったりとか、そういう言動が全てつながっているのかなと思います。オリンピックの切符を獲得するっていう、まず最初の目標からスタートして、本当に、世界ランキングが常に動きながらも試合をずっとしていく中で、本当にプレッシャーだったりとか、いろんな部分でのストレスもすごい大きかった中で、自分たちがその試合を通して成長している過程というのをすごい感じれていたので、最後本当にオリンピック獲得と銀メダルという結果にたどり着けてすごい良かったかなと思います。そうですね、ブラジル戦とかもそうなんですけど、本当に上位の国と戦う時のやっぱ自分たちで崩れていくシーンというのが今まであったんですけど、それをやっぱ持ちこたえるシーンというのがすごい多くて、フルセットを取り切るだったりとか、そういう部分がやっぱ今までの自分たちと違うなっていうのはすごい感じてます。やっと勝てたなっていう気持ちが本当に正直なところがあるんですけど、本当に去年のOQTとかも含めて、やっぱすごいやっぱブラジルに対しては本当に今までも勝ててなかったので、そういった試合で勝てたことはすごい良かったかなと思います。そうですね、本当にもう長い間一緒に代表でもチームでもやってきているんですけど、やっぱ本当にどのタイミングでも毎試合毎試合やっぱ本当に楽しいなっていうのは毎回感じますし、本当にプレーだけじゃなくていろんな声かけだったり、そういった部分でもやっぱキャプテンとして支えてもらっているなっていうのはすごい感じます。そうですね、日本がこの海外の人たちと戦っていく上でやっぱディフェンス力っていうのはすごい大事になってくると思うので、そこでやっぱリベロ2枚がいるってことは自分たちのディフェンス力っていうのがすごいやっぱ強化されると思いますし、自分たちも、そこに頼るわけではないですけど、そういったそこで上げてくれる球が増えれば自分たちが攻撃できるチャンスっていうのも増えてくると思うので、すごい大きなリベロ2枚っていうのは大きな点かなと思います。そうですね、まず本当にやっぱ体格差だったりとかそういう部分はあるので、やっぱブロックの上から打たれたりとかっていう部分もすごいしょうがない部分はあると思うんですけど、そこを割り切っていかないと今後戦っていけないと思うので、そういう割り切りをしっかりしてやっていきたいなと思います。こういう国際大会でケニアと戦うことはほぼない中でのやっぱオリンピックの戦いなので、まずはやっぱ相手に流れに持っていかれないというのと、自分たちのそのスタートから相手を圧倒して戦うことがすごい大事かなと思います。はい、まず、本当に今回のそのネーションズリーグで勝てたことっていうのがすごい大きな自信につながっていると思うので、しっかりそれを次につなげるためにも、そのオリンピックの試合は本当にまた一段階レベルアップして、そのまた相手に圧倒されないようにまず自分たちからしっかり攻めていきたいなと思います。オリンピックは今年の目標としてやっぱメダル獲得っていうのがあるので、しっかりそこを目指していくんですけど、本当に今まで戦ってきたように一戦一戦しっかり自分たちに自信をつけながら最終的にメダル獲得に向けてっていうのをしっかり戦っていきたいなと思います。チームとしての違いといえば、自分の同年代がすごくやっぱ増えているっていうのもすごいありますし、自分自身もやっぱコートに立っている方が多いということで、本当に自分自身 その責任だったりとか、そういった部分もそうですけど、周りを巻き込みやすい環境っていうのもあると思うので、そういったいいチームワークをしっかり作っていきたいなっていうのは思います。自分が一番今感じているのはサーブっていうところなんですけど、本当に今までずっと磨いてきた部分ではあるので、しっかりそれを本番でも仕方しきらないといけないっていうのと、今年セッターが小泉さんに変わった部分もあるんですけど、ミドルの存在感っていうのは今後ミドルがやると日本が戦っていく上ではすごいやっぱ必要なことだと思うので、オフェンス力っていうのもしっかり積極的に自分も取り組みながらやっていきたいなと思います。ブロックの部分が、このネーションズリーグを通してよく課題にも出てた部分ではあるので、もう一回ブロックの1対1の1対1のブロックもすごい大事ですし、せっかくサーブで今年崩しているシーンがあって、シーパスでハイセットにしているシーンもすごい多かったんですけど、それが取り切れていないシーンというのもすごい多かったので、シーパスのブロックを崩すというのもさらに課題に挙げてやっていかないといけないと思います。
そうですね、でも本当に自分たちでも口を揃えてその終盤の戦い方っていうのは常に課題に出ていたので、まあ、その後半にかけてのギアの上げ方っていうのは本当に今年特に全員がよくできていたと思うので、しっかりそういうのを継続してやっていきたいかなと思います。愛理さんはまず本当に手足が長いのとリーチが長いっていう部分では本当にブロックだったりスパイクでは幅が広いっていうところがまず本当に自分では絶対真似できないっていうところですし、彩香は本当にブロックっていった部分では反応速度だったりとかもすごいですし、すごい硬いブロックをするので最後の粘り強いプレーっていうのがすごいめちゃ自分でも見習わないといけないなっていうところだと思います。コートに2人立ってたとしても1人がやっぱ外から見える客観的な視点でやっぱ一緒に戦うってこともすごい大事だと思いますし、それを今までやってきた結果がこうつながってきているようになると思うので、しっかりそれを継続していくっていうのと、あと、まあ、本当にブロックっていう部分で課題の先でと言ってたんですけど、そういった部分でもやっぱポイントを取れるミドルになるとやっぱさらにチームのポイント、強化チームとしてプラスになるのかなと思います。そうですね、でも技術力をさらにアップするっていうのはコート間ですごい難しいと思うんですけど、そのコミュニケーションだったり精度っていう部分では全然上げていけると思うので、しっかりコミュニケーションをさらに取りながら精度の高いバレーができるといいなと思います。